はい、さい、沖縄の好きです。今回は浦添大公園、こちらに長い滑り台があると聞いて、子供と嫁さんを連れてですね行ってまいりました。はい、結構ですね大勢の人が滑っていて、観光客が来ていたり、賑わってますよ。今日はちょっと寒い日でしたけど、はい、ちょうど向こうから、はい、うちの子供が滑ってきておりますが、はい、いや本当にね長い滑り台で60メートルぐらいあるらしいですね、うん、で、はい、聞いた話によると非常にお尻が痛くなるという、はい、そういう滑り台で、実際滑っている方たちは段ボールとか、服とかを、お尻の下に置いて滑っておりました。はい、というわけでですね、まず嫁さんと子供がやって、この後私も挑戦してみようかなと思ってはいるんですけど、なしでもなんとかなりそうだね。楽しそうだし。よし、自分も行ってみるかな。なんか夢中になってもう一回滑ってる。さて、というわけで私も行ってみます。ケツが痛い、ケツが痛い、ケツが痛い、マジで痛いっす。ケツ痛いっす、悲鳴上げながら途中加速します。はい、ところどころですね加速しております。で、加速するときにまたケツ痛くなるんだ。ついつい足でブレーキかけてくる。で、体のでかい人は結構ここで立ち上がるの苦しかったっすけど、はい、こういう感じの滑り台でございました。結構ね、本当にマジで大勢の方が来て滑っておりました。楽しい滑り台なようなので、お近くの方、そして、観光とかで沖縄に来る方は、ぜひ機会があったらお試しください。浦添大公園の滑り台でございます。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまた。